私たちの仕事してる？してるしてる。それは新しい幸せの形を実感していただくことです。したしたした。いかがですか？実感しました。家族がぐっと近くなるタカラスタンダードのショールームへ。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。この度制服のデザインを担当しました篠原智恵です。よろしくお願いします。心を込めてデザインさせていただきました、こちらにご用意しました。すごい。いかがですか？タカラスタンダードさんって本当にいろいろたくさん動くイメージがあるんですよね。タオちゃんも実演していただいてますね。しゃがんだり立ったり、なのでそのなんて言うんでしょうか、こうすごくこう所作も多いし、すごく綺麗、所作がすごく綺麗じゃないですか、なのでそれが映えそうだなっていうふうには思いました。嬉しいです。なんかより自由になった気が、ワクワクする CM 撮影が。そうですね、ワクワクします。ワクワク、はい、ぜひ触ってみてください。あとここもなんかボタンが見えずに綺麗に縦ラインが入ってるのがすごいいいです。記憶のシャツですね、なんかボタンが直接見えるよりもちょっとあの合わせてる方が上品かなと思ったんですよね、すごい光沢でホーローをイメージして実はあの今回このシャツの縦糸にあの再生ポリエステルを使っているんですけれども、再生ポリエステルって光沢があるんですよね。でこの光沢を見た時これだと思って、タカラスタンダードさんのホーロー愛を制服に入れたいと思って、光沢はすごくこだわったところですね。いろんな着方ができるっていうのがやっぱり嬉しいですよね、これだけじゃなくて、じゃあこれにスカート合わせてもできるよとか、やっぱ説明するアドバイザーさん方が窮屈じゃなく、こうなんだろう、フリーな気持ちで、あのいられるっていうのは一番大事なことなのかなっていうふうに思います。さすが土屋アドバイザー私はもう学ばさせていただいております。ここからまたさらにアドバイザーさんの意見を取り入れてブラッシュアップを重ねていきます。完成は CM 撮影でタオさんに来ていただきたいと思いますので。わかりました。楽しみにしてます。私も楽しみにしています、もう CM のタオちゃんと全国のアドバイザーが一斉に変わります。わ、はい、楽しみなイベントです。私もワクワクしています。でも本当にアドバイザーの、要望を入れていったっていうことが、一番大事なことだと思いますので、あのその思いも込めてあの CM 撮影臨めたらなっていうふうに思っています。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。かわいいです。すごくお似合いです。ありがとうございます。どうぞこちらで。はい、タオちゃん、はい、制服が新しくなったんですけれども、いかがですか？感想していただいて、感想お願いします。なんかすごく着やすいです、あ、そうですか。開放感といいますか、なんだろう、本当にリラックスできるような、なんかこう制服っていうと今まで締め付けるっていう、締め付けがなんかちょっと気になってたんですけど、なんかそういうのもなくリラックスして、なんかこれからのこう働き方みたいな概念がなんか自由になっていくのかなっていうふうに感じました、タカラのアドバイザーってすごく動きが多いので、その制服でバッチリ動けますね。本当ですよね。結構動けるので、今日の撮影も、あのそんな動くシーンないんですけど合間合間でたくさん動いていこうと思います、今回は本当にとっても仲のいい、思いやりのあるご夫婦の方々があのご出演してくださるので、なんか緊張してるんですけども、あの4年間アドバイザーを務めさせていただいた、しっかりした気持ちを持ってお迎えできればなと思っております。撮影お願いいたします。行きます。